キャデラック・アランテとは、アメリカ合衆国のゼネラルモーターズが展開している、高級車、ブランドキャデラックで1986年から1993年にかけて販売された D セグメントに属するラグジュアリー・コンバーチブルである。当時アメリカ国内で人気を博していた、メルセデス・ベンツ SL クラスなどのラグジュアリー・コンバーチブルモデルの市場を狙い開発され、 1986年から発売された。車両形式は EAV14K。なお、デビュー当初の本国での価格は54,700ドルと、当時のフラグシップモデルであったデビルの2倍以上という、極めて高価な価格設定がなされていた。エクステリアデザインは、イタリアを代表するカロッツエリアであるピニンファリーナが、手掛け、生産の大部分も同社によって実施された。 アランテの特筆すべき点は、生産体制にあり、アメリカ合衆国のゼネラルモーターズ社の工場内で製造されたプラットフォームを、イタリアのピニンファリーナ社の工場へアランテ運搬用に、特別に仕立てられた、アリタリア航空のボーイング747から200回貨物機で、空輸した後、同社の工場内でエクステリア並びに、インテリアの組付けが実施され、その後同社が販売される。 世界各国へと輸出されるという非常に手間のかかる生産体制が取られていた。そのため、同社がデビューした当初は、アメリカとイタリアへの往復便を使うということが大々的に宣言され、その過程は世界一長い自動車製造ラインと称された。終始モノグレードのみが展開されていたアランテでは、あったが1989年にコンバーチブルに加えて、 ハードトップを装備したモデルが追加された。また、生産された粘土により搭載されるエンジンの各種スペックの詳細が異なっている。ありがとうございます。